FK ラボトニツキは、北、マケドニアスコピエにホームを置く、サッカークラブである。2019から20シーズンは、プルバ・マケドンスカ・フドバルスカ・リーガに所属。1937年に、ボルガ1937として創設され、1945年に、同じ都市のラドニチュキ1938スロボダ1940と合併して、ラボトニツキとなった。 ユーゴスラビア時代はもっぱらカブリーグで過ごし、トップリーグであるプルバリーガに昇格したのは1952シーズンと1953から1954シーズンの2シーズンのみだった。マケドニア共和国の独立後は、1998から1999シーズンにプルバーマケドンスカ・フドバルスカリーガに初昇格。2001年にクラブがコメタル社に買収された。 2004から2005シーズンにリーグ初優勝、翌シーズンも連覇を果たし、2007から2008シーズンはダブルを達成した。なし中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。